はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のりです。さあ、本日なんですが、皆さん、神のカード、神と書いてあるカード何枚くらいあるかご存知ですか？あのね、なんかね、神って調べたらね、めちゃくちゃいっぱい出てくるんだよね。カードを見て、この量出てくるんですよ。見て、これですよ、これ、この量。まあ、私は考えたわけですよ。神ってついてるんだから、弱いわけないじゃん。神って書いてあるんだから。うん。まあ、まあ、諸説あるけども、神って書いてあるカードに弱いカードはないわけですよ、絶対に。ってことはですよ、神のカードだけで、デッキを組んだら、負けるわけないと思うんですよね。まあ、神って書いてあればいいんですよ。まあ、テキストか、カード名に。例えば、溶岩魔人、ラバゴーレムとかね、最強じゃん。オブレスの巨神兵、最強じゃん。次回神3代4、最強じゃん。だからこういうクソ最強神のカードを、まあ、デッキにぶち込んだら、絶対強いと思うんですよね。弱いわけない。負けるわけないと思うんですよ。なので、まあ、今回は、この、神と書いてあるカードのみを使用して、作った、神デッキ、こちらを使ってね、まあ、ランクマ、またはデュエルストカップを、潜って、いきたいと思います。まあ、おそらく勝率 100% だと思うんですが、一応検証ということで。はい。早速ね、理論上最強デッキをぶん回していきましょう、デュエル。スタンバイ。いやー、弱そうだけどこのデッキさ、はっきり言っていい、強いハンドになることないんだよね。なんでかっていうと、弱いカードしか入ってないからまあ、次回神はちょっと強いけど、セフィラわかんねえ。何すんのこの人たち、ガチでわかんねえ。来たわ、やべえな、このクソザコデッキでわかんないデッキのアイデスのめっちゃきついな、これ。セフィラシーゴさん何する人？戦闘が打開されるとデッキから、流星魔法トラップカードか、またはセフィラ魔法トラップカードということになる。なるほどね。あー、これで流星の九死セット強いね。なるほどね。で、これでなんかシーゴを破壊して、なんかまた流星か、なんかセフィラ持ってこれみたいな。あー、いいね。なるほど。なるほど、流一ですね、これ。流星の九死、めちゃめちゃ強いやんけ。あー、なるほどな。いや、さすがに、イニシエの呪文は止めないでしょ。いや、デュエリストカップでイニシエの呪文発動したの多分俺ぐらいなんじゃないか。なんか、デュエリストカップでイニシエの呪文使ってるの俺だけ説みたいなのちょっと提唱したい。で、ラーの抑止流とかやばいすぎるカードを持ってきて。どうしよっかな。まあ、ミッチオンとか出しに行ったところで結局流星の救出あるから、これワンキル取られんのかな、セフィラって。なんかこれこのままエンドしてさ、なんか神戦で九死無効にした方がいいのでは。わかんねえな、これセットだな。で、これ何もせずエンドしてみる説結構ある、イズある。オッケー。で、これでワンキルされるそうになるリンクモンスターとか出てきたところで神戦打って、で流星の九死のコストなくして、で、次のターンから道読んで動いていくみたいなね、パターン。まあ、九死が何でも無効できちゃうからね。まあ、あれがめちゃめちゃ強いので、まあ、その辺をちょっとケアしていきたい。あ、ブルーナクの猫って書いてるな。へえ。なんかわかんないけど、セフィラってさ、ブルーナクと合わせて、なんかブルーナクセフィラみたいになるってこと？あ、ブルーナクじゃない、ネクロセフィラみたいになるってこと？なんかこのデッキマジでわかんないんだよな。何すんのか。で、炎獣のネクロス、セフィラエクザとか意味不明なモンスターの効果によって、自分のメインフェーズにデッキからセフィラピンデルモンスター1体選んで、エクサに追加して、ペンデラムスケールを、同じにする。強えな、書いてること。最強じゃねえか。まあ、でも今エクストラデッキあるってこれね。で、ペンデラム召喚でなんか出てきた。で、まあ、ここでペンデラム召喚してき、あ、ペンデラムじゃねえ、リンクモンスターかなんか出てくるでしょ、多分。多分さすがにペンデラムデッキだからエレクトラムかなんか出てくるんだろう、これ多分。だよな、まあ、これを神戦でぶち込めば、これ多分大丈夫。これ止まる説。ここで止まる説。バーッコーン、オッケー。流星の九死のコストはない。完璧。よーしオッケー。わかんねえけど耐えてる。ですね、とりあえずバルハラとかいうカード発動して、神の巨城バルハラ、神の巨城バルハラ、まあ、神が住んでるんでね。で、神の巨城バルハラの効果を発動っていうだから、低速モンスターって特殊までいる。現れろメチオン。お前のライフを半分にさせてもらうぞ。ちなみにグスタフマックスとかそういう系のカードは神じゃないから入ってねえからな。ちなみにレベル10のモンスターが並んだところで何もないぜ。バトルフェーズに入りたいんですけど、なんかありますか？バトルフェーズに入りたいんですけど、なんかあります？
とりあえずバトルフェーズ入りなんですけど、エフェクトベイダーとか投げるのは今のうちですよ。ないですね、オッケー。で、ミチオンでダイレクトダック。うわー、そしてミチオンの効果発動。あなたのライフは半分になりますよ。よーし、よし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 。まあ、これで、まあ、ターン終了してやるよ。さあ、お前のターンだぜ。ちなみに、ラーの抑止流がガン腐りしてるぜ。ラーの抑止流ガン腐りしてんだけど。マジで。なんだっけ、さ、3体リリース肩代わりする、なんだっけ、魂のカード、あの神の、あれとか、まあ、ラー玉とかがないと出せないんですよね、これ。所有者の刻印ってか、あれ、神カードじゃないと入れられなくて。なかなかにね、構築が厳しいですよ。おかしいですね。神は強いから神と言われてるんじゃないですか。え、これセフィラシーゴさん、これさ、これ神通って言っても多分これ、流星の九死って言われるんだよな。あ、待てよ、これ着地してないからいけるんじゃない、これ。着地してないからこれいける説。通告ぶち込もう。通告ぶち込んで、これフィールドにいない状態だから流星の九死打てない。よっしゃ、神ゲー。OK。さあどうする、セット。なるほど、神罠で遅延して次回神でビートする最強デッキを爆誕しているぜ。神通しか来ねえ、やべえ。おい、お邪魔だよ、ラーの抑止流。何よ、クソダコモンスター、ふざけんなよ、このゴミカード。はあ、これ、このクソデッキ。ちょっと待って、バリオエー、バリオエーぞ。邪魔だお前、ラーの抑止流。どうなってんだよこれ。アタッカー不足にもほどあんだろ、このデッキ。まあ、このデッキ。あーうわーやーひえひえアタッカーいないかったら勝てないって無理だってこれ、ラーいる？このなんかラーとオベルスクの枠全部次回神にしたら絶対強いやろ、このデッキ。まあ、まあ、悪くはないが、悪くはないがだな、悪くはないが、とりあえず次回巫女特殊して、次回巫女特殊して持ってくるところまで行った方がいいね。次回巫女特殊召喚です。さあ、次回ミカの効果を発動するぜ。自身をリリースすることによって次回新モンスター1体を手札に加えることができる。だこれによってアルティメット最強モンスター、まあ、ここなんだろ、3体あるからミッチオンとかかな。まあ、一応次回ミコの効果発動するぜ。次回ミコの効果によってリリースをして次回新を特殊召喚を交えた、次回新を手札に加えるという効果を持っている。相手なんかありますね、誘発。これでメタイオンを手札に加えていく。でカードを1枚セットして、まあ、エンドですね、一回。これ、ガーディアン、ガーディアンスライムと新風のバリア、エアフォース構えでエンド。現代遊戯王ではあるまじき、行為してますね、僕。新風のバリア、エアフォースセット、ガーディアンギマイラー、手札誘発で抱えてエンドみたいな。ゴミすぎる。ゴミよえ。金満で謙虚な壺。はい。特に何もありません。さあ、カードをめっちゃ除外して、3枚ですね。3枚コストにして、コズミックサイクロン、やめろ、コズミックサイクロンをやめてくれ、やめろ。やめてくれ。俺の、ああ、俺のシンプルなバリアエアフォースか。マドルチマジョレル、やべえ、マドルチデッキすげえ展開力あるからワンチャンワンキル、あ、まあ、金剣発動してから、まあ、ワンキルはないが、いや、ワンチャンやばいこと起きそうで、プディンセスール、うわ、やばそう。ちょっと待って、本当にやばい。マジで、このデッキ、クソ弱え。やばい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 、出そうかで。2、4、ロー、ヤ、8、9、10、11、まあ、1枚ですね、まず知らないね。知らないわ。ガーディアンスマイル、スライム効果発動。ガーディアンスライムの効果によって、ダメージを受けると手札から特殊召喚をするという効果を持っているぜ。さあ、どうする？何？バーメリオンデクラだと。すげえじゃねえか。プディンセスールを墓地に送って、バーミリオンデクララの効果によって相手のカードを破壊していく。まあでもガーディアンスライムは別に墓地に行くから、まあ、効果発動できる。さあ、ガーディアンスライムの効果を発動、デッキからラーの抑止流系のカードを手札に加えることができるぜ。まあ、イニシの呪文を加えたところでラーの抑止流手札に加えられたりだから、クソ弱いけどな。これスフィアモールとか加えられたらめっちゃ強いんだけどな。
スフィアモードを手札に加わさせてくれ。でメッセンジャーとの2連打と、フクロウの1連打食らって1000、2450、大丈夫、まだ耐えてる、まだ耐えてはいる。で、マドルチ展開はここから結構、まあ、意外と耐久力があるモンスターいっぱい出てくるんですけれども、はい、でマドルチェからの、グラスフレ、はい、OK です。グラスフレ OK です。でこれであのリンクモンスター出てくる感じですかね。あのシスタルトでしたっけ。あ、プリンセス使っちゃうんだ、なるほど。でここでマドルチェ、あ、フレッシュマドルチェ、シスタルト、はい、OK。で、マドルチェ、モンスターの戦闘効果で破壊されないとかに耐性がいっぱいついて、で、グラスフレが、効果を受けなくする効果があると。一応ですね、あの、メタイオンくんが、あの、いるので、一応ワンチャンな、バウンスできる、チャーできる、マドルチェ、モンスターをデッキバウンス的なやつはできるかもしれないんだが、グラスフレ、はい、OK です。グラスフレ OK です。で、グラスフレからの、シスタルトが効果を暗くする。でグラスフレの効果によって、手札に戻すことができるマドルチモンスターを、はい、あれか、デッキにか。で合計お互いの墓地のカードを合計2枚一気に持つことができる、はい。で、シャットの効果によって帰ってくると、はい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 、なるほどですね、はい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 、いいでしょういいでしょういいでしょう。あ、強いですねこれ、その動き強そう、なるほど。で、はいはいはい、で、プロムナードをセット、まあ、これはあの何でも効果無効にできるっていうカードですね。まあ、今発動できないんですけど。で次回ミコ特殊、はい。で次回ミコ効果発動したいんですけど、なんかあります？次回ミコ効果リリースすると、次回死を持ってくることができる。うらら、なるほど、いいでしょう。さあ、ハリうららの効果によって次回死を持ってくるのを止めていく。まあ、あんまりそれは特に関係なくて、ここはおとりではある。そしてイニシエの呪文の効果発動、イニシエの呪文の効果によってラーの抑止流 1枚を手札に加えることができる。 OK、 交差する魂がねないとね、マジでねこのカードゴミなんだよねそして次回死メタイオンを召喚。次回死メタイオンさんは攻撃をする場合、戦闘ダメージがゼロになり、そしてバトルフェーズ終了時に全てのモンスターを手札に戻すことができます。行け次回死メタイオンの攻撃。まあ一応ちょっとなんか攻撃表示のモンスターに爆発させて、あのなんか無限保養とか、無限保養だったわうわよこのデッキ、もうラーの抑止流がね足引っ張りまくってんのよね、マジで。まあ、でもラーの抑止流は神のカードだから入れざるを得ないんだけど、神のカードだから入れざるを得ないんだけど、さすがにこいつ足引っ張りすぎなんだよな、マジで。いやほんと神罠とね次回死でビートしてた方がまだよっぽど強い。ラータマ、いや強いじゃん、いやいいじゃないか、これはなかなかいいハンドだ。ラー玉と、交差する魂があるんで、あの、相手のモンスターをラー玉でしょってから、次の自分のターンももう一回交差する魂でラー玉でしょるっていう動きができるんで、これ相当強いですね。このハンドは。ファリス、いいでしょう。なるほど、ヒーローね。ヒーローもね、かなり強いんでね。ヒーロー、あと、あれですね、ガーディアンキメラが来たから、なんか、ワンチャンファリスの展開じゃなくて、とりあえずガーディアンキメラから動いてみたいなことできるもんね。あ、初手から、融合引ければ。なんかその一旦融合してなんか考えるみたいなね。でガーディアン決まって相手のモンスターとか妨害踏んでからなんか考えるみたいなことができるかもしれない、もしかしたら。あ、まああんまりパリスの効果がヒーローしか出せないっていう効果があるんで、まあ、ちょっと相性がね、悪いかもしれないけれども、はい。俺はエチャロに入れてない。バイオン、あれなんかインクリースどこ行った？なんかバイオン装備してるヒーローあんま見たことないぞあれどうした、なんかあれかな、インクリース1枚構築とかそっち系ですかね、か またはプレミしたか。これワンチャンなんか相手プレミしてんじゃねえか、これ勝てるかもしんねえぞでかいヒーローモンスターいたってくるのかやる、なるほど、はいはい。で、あ、エアでエアを持ってくれ、なるほどですね。でもなんか展開伸びなくねこれ、そんなことしても召喚権残ってねえし、ヒーローアライブ打てねえし、なんかようわからんねえけど、クソ弱え、クソ弱え、くっそ弱え相手のヒーロー、くっそ弱え、そんなゴミ展開ある
ヒーローを使ってこの展開してるやつセンスないだろ。まあ俺の手札はちょうどセンスあるぞ。ちなみにこれは遊戯王のセンスがあるって言って、これはラバーゴーレム出していっていいかな。わかったわ。これさ、どうせさエアーマン握ってんじゃん。これさ、さすがにさ肉捨てしたら多分俺エアーマン、あ、これ増殖数字あるね。あのエアーマン多分絶対召喚してくると思うんだよこれ。だからさ、エアーマン召喚にさ、あれじゃない、考察の魂でラーじゃない。相手さヒーローデッキってそんなになんか汎用リンク入って、まあ、アナコンダぐらいだけど入ってんの。だから多分ね、ラータの初代そんな形処理ないと思うんだよね。で相手なんかすげえクソダコ展開してるから、これワンチャンあるよ。クソダコ展開してるから肉捨てあるから、多分さすがにマスクとかあったら、まあ、マスク打ってもいいけど、まあエアーマン召喚からバック割ってくると思うんだよな多分だよね。でエアーマン召喚来た、これどっち、サーチする方、サーチする方とかだと逆にめんどくさいね。逆にで、エアー召喚効果発動する。で魔法トラップカード割る、オッケー。でここで交差する魂打つ。でエアーマンはちなみに自分が召喚に成功した時に他のヒーローがいないといけないんですよ。だからここで交差する魂を打って全部のヒーローを消すと魔法トラップ破壊できないんですね。そういう最低です。最低っていうかそういう効果、まあ、他のヒーローが行って初めて効果が発揮するんで。さあ意味わかんねえカード発動されてテキスト読んでんな意味わかんねえカード発動されてテキス読んでるな、かわいいなお前。で相手フィールドに特殊化しねえ、自分のフィールドに特殊化する。これは相手のフィールドのモンスターをリリースして自分のフィールドに特殊召喚するぜ。特殊召喚アドバン召喚するぜ。あらあらラーム抑止流スフィアーモードすえこのモンスターは攻撃対象にならず、効果の対象にならず、そして次の自分のターンこのカードをリリースすることにより、なんか最強モンスターを出すことができるぜ。エンドフェイス、いいだろう。まあ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 。あ、メタルレフェスサラム出すの忘れた。ちょ、まあ、いいや。ラーム抑止にスフィアモードのさ、この変身効果に耐えちない、もしかして。これ耐えちないじゃん。最強じゃね？これもういったら勝ちじゃねこれ。これ4000のさ、ラーで勝ちじゃねこれ。壁が起きる。とりあえずメタルレフェスサラム特殊化したんや、なんかある。まあ、同時だよね、オッケー。これは、もう貫通させましょう。いや、これ、ラーの抑止っていう、スフィアモードを2体効果使ったら、これ、いける。タイチ書いてない。なんか、リリースして、なんか、ラー出すみたいな効果にタイチ書いてない。いける。まあ、とりあえず、メタルディクトスタイム出す。で、ですね、とりあえず、ラー出しに行きますか。とりあえず、ラー出しに行って、効果一旦一緒にするか、これ関係ないね。原神持続の効果は使えるから、まずゴッドスライム出す。はい、オッケー。さあラーの抑止にスフィアモードの効果を発動。あれ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 そんな幼女の効果でこのヒエラテキステキストの効果を止められたぞ。てめえ許さねえ。いやまあじゃあ普通にゴッドスライムビートするしかねえゴッドスライムビートするしかねえ。マジかよ。いやーこれ増殖する G と裏とかで最強コンボ決められてるの厳しいな。まあ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 そのぐらいは勘弁して差し上げましょう。でインクリースの効果、うわやべえめんどくせえ。インクリースがインクリース墓地送ってたんだ。インクリース1枚構築ですかねこれ。この人多分インクリースをコストにしなきゃいけなかった感じなんですかね。最初の反動インクリースは絶対2枚入れた方がいいですよ。引いちゃうとやばいんで。さあ相手の動きを見ていきますが、一応インクリースあるんで、まあ、ヒーロー展開から、まあなんかバイオンをできた特殊化するっていう動きはもしかしたらしてくるかもしれないですけども、まあ、こちら神の通告っていう最強の神カードがあるんで、まあ、その効果で無効にしていきたい。さあミラクルフュージョン、何ミラフューは、まあ、墓地にいる、ヒーローモンスターが、風と闇か。風と闇って何でんだ。グレートトルネードか。グレートトルネード、あ違うわ、グレートトルネードじゃねえな、サンライザーか。オッケーサンライザー、オッケーサンライザーは他のヒーローが攻撃宣言するときになんか相手のカード破壊するって効果あるから、まあそれをの効果に遅延して神通打てばまあ割と最強みたいなとこあるね。さあどうしますか。さあ展開してくるか。さあヒーローモンスター召喚してくるか。エアーマンとかいう最強モンスター召喚したらぶっ殺すぞ。さ あインクリース、サンライザーリリースすんの、
もったいな、もったいな、なんかこれヒーロー初心者みたいな動きしてんな。なんかいや動きおかしくない、そんなことある。でインクリース特殊召喚成功時は普通に神つ打てばもうなんか相手何もできないんじゃねえ、ハンドなんだろあれ、わかんないけど神つ打っちゃうんじゃないの。とりあえずまあインクリースさんの効果はちょっと申し訳ないんですけども、神の通告とかいう最強の神カードを使って無効にしていきましょう。バリバリドッカーン、バリ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 ドッカーン。さあかかってこいよ、ゴッドスライムの前になすべがないってか。勝った、やべえ、このデッキ相手のゴミプレイングと相手のなんかプレミでしか勝ってねえ。